皆さんこんにちは、なる治療院の伊藤です。今回はですね、本を買っていただいた方のためにタオルギャザーの方法についてお伝えしたいと思います。このタオルギャザーはね、 X 脚の改善もだけど、扁平足や外反母趾を治すのにもいいのよ。外反母趾で高いヒールを履くと痛いでしょ。結婚式本番で痛くならないように、ちょっとこのエクササイズを頑張ってみてちょうだい。では扁平足や外反母趾を改善するタオルギャザーのやり方を説明します。まず椅子に座って床に薄手のタオルを敷きます。次に足先がタオルの端にかかるようにセットします。そして足の指でタオルを手繰り寄せてタオルをつかみましょう。さらにかかとをつけた状態でつかんだタオルを足の指で持ち上げます。最後に思いっきり足の指を横に開いてタオルを落とします。これを左右の足でやってみてちょうだい。ポイントは最後に指を開くところよ。指を反らせるんじゃなくって、じゃんけんのパーをするみたいに足の指を横に開くの。特に外反母趾気味の人は意識してやってみてね。で、今度は上級編よ。このタオルギャザーを立った状態でやるの。そうするとね、足首周りの筋肉が強くなるし、足裏のバランス感覚も鍛えることができるから、例えばヒールでふらついたり痛くなることが減ってくるの。ちょっとチャレンジしてみてちょうだい。最初はふらつくと思うから壁に手をついてやってね。どう？できそうかしら？実際にやってみると指の動かし方とか大事なポイントなのにやり方が分かんなくなっちゃうことってあるのよね。そんな時はチャンネル登録をしておくと、やり方のコツとかがすぐに見れるから便利なの。この画面の下のチャンネル登録っていうところを押すだけでできるから簡単よ。はい、便利ですのでぜひ登録してもらえたらと思います。そして、本を読んでない方は、この方法がどうして結婚式の本番に生きてくるのかちょっとよくわからないかと思います。ですので、この画面の下の、説明のところにですね、この本がどんな本なのかっていうのがわかるように書いてあります。例えば、ヒールを履いて綺麗に歩きたいとか、あとはドレスが似合うような綺麗なデコルテを作りたいっていうような方はぜひ見てもらえたらと思います。そうね、晴れの舞台であなたを一番綺麗に見せる方法が書いてあるわよ。じゃあまたね。はい、それでは失礼します。